どうもアガポニです。今回はバスラオの進化先、偉大島への進化方法についてです。それでは早速いきましょう。まず進化前のバスラオですが、出現場所はマップで言うとこんな感じになっていまして、トコシエの森の西にある池で出てくるポケモンになってます。でバスラオが用意できたら上位の偉大島への進化方法ですが、単純なレベルアップではできないです。進化条件としては自分にもダメージを負うことになる反動技を使って累計294ダメージ以上を受けた状態でレベルアップといった少し特殊な内容になってます。このダメージはあくまで累計なので途中で回復しても大丈夫です。ただ HP がゼロとなって瀕死状態になってしまうと条件はリセットされてしまうので、力尽きないようにだけ注意して、相手に与えたダメージの3分の1のダメージを受けるウェーブタックルなんかを使って累計ダメージを稼いでいくといいかと思います。で累計ダメージは特に個別に表示されたりはしないので、ゲーム内で明確な確認はできないです。なのでおおよそどれくらいダメージが累積されているかは把握しながら進めていく必要がありますね。とにかく瀕死だけは避けて、まあだいたい300ダメージくらい受けた状態を作ったら、この状態でバトルでも雨でもいいのでレベルアップさせていくとこんな感じで進化します。でこれはオスの姿ですね。一応オスとメスで姿が違っていまして、メスの場合はこんな感じになります。とはいえ基本能力は同じ、かつ図鑑登録自体はオスでもメスでもできるので、進化前に好きな方のフォルムに合わせた性別を選んでおくといいかと思いますね。それとレイドバトルには出てくるので、レイドで狙うことも一応できます。できるんですが、レイドの出現はランダムになるので手に入れるまでにね時間がかかってしまう可能性があることから、図鑑登録が目的の場合は進化条件を満たして進化させてしまった方が手っ取り早いかと思いますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。